はいどうも、ホソピーです。お久しぶりでございます。ここ最近ですね、動画撮影ちょっとサボっておりましてね、プリズンブレイクをねずっと見ておりましたということで、今シーズン4ぐらいまでね見ているというところでね、まだ見てない方いらっしゃったらですね、ネットフリックスでね見れますので見てみてください。まあ自分がね全然見てなかったタイプなんで、当時すごい流行ってる時期にね多分見られてる方かなりたくさんいると思うんですけれどもね、ここへ来て初見というところでね見ております。で今日はね iPhone 12 miniと iPhone SE 第2世代ね、今から買うならどっちがいいのというところでねお話ししていきたいと思います。ということで本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル。はい、ということで今から買うなら12ミニか SE なのかっていうところで、まあこれね、なんでこの2つを取り上げたかというと、まあ似ている小型のね iPhone っていうところももちろんあるんですけれども、どちらもですね今安く売っているというところなんですよ。でこの前の動画で端末の負担金額が23円で購入できるよっていうものも、まあ、出しているんですけれども、そんな形でですね、まあ一見すると iPhone 12ミニ安くね購入できる、まあやり方というか買い方っていうのがね今出てきているというところなんですね。で iPhone SE 第2世代に関してはもうすでにですね、そうだな、6月とかそれぐらいからですねずっと、まあ、一括セールというところで、まあ大体ね休日の土日とか連休のところとか、まあ平日とかもねヨドバシ秋葉とか行けば今はね平日でも普通にやってたりっていうこともあると。まあ週末に近いところだから金土日月とか、まあそういったところで、まあ一括10円だったりとか 128GBモデルになると4628円とかね、まあこういう売り方をしていると。で、片や一括セール、片や、まあ負担額が安いというところで、まあこれね、しっかりと分けて考えないと、なかなかですね、まあ損得をね、判断できないというふうになるんですけれども、結論先に言っておきましょう。どう考えても一括で購入した方がお得であるというところ、すなわち iPhone SE 第2世代の方が、まあ今買うなら、まあお得度は高いよというのがこれ結論です。ただ、iPhone 12 mini 付きの支払いの負担額が安いんだったらこっちの方がいいなっていうふうにお考えになる方ももちろんいるでしょう。で、そこの注意点だったりとか、まあ特にね、一括で買うのと、まあ大きな違いっていうところをですね、ちょっと紐解いていって、まあそこの条件が全然問題ないよっていうことであればですね、ちょっとでもね、最新機種に近い、まあなるべくね、性能の高いものがいいっていう方であれば12 mini 使えばいいし、まあやっぱりお得度で見るというところであれば SE 第2世代に行けばいいんじゃないかなというところですね。ではですね、一括とそのね端末負担額23円っていうところですね、これについてねちょっと深掘りしていきたいと思います。はい、ではまず一括の方ね、これすっげーわかりやすい、すげーわかりやすいので、まあこちらからいきましょう。 SE 第2世代でどちらもですね、まず乗り換えというところが条件になってきますので、その時点でねかなりハードル高いんですよ。ドコモの人だったら au に乗り換えますとか、ソフトバンク au の人だったらドコモに乗り換えますっていうね、まあまず乗り換えじゃないと、まあこの金額で買うことができないというところが、まあどちらも同じ条件になってます。で乗り換えて、まあ例えばドコモに入りますよっていう場合に一括10円、一括10円ってことは、はい、10円玉払って、はい、これでこれはもうあなたのものですよと、まあこういう状態です。後腐れも何もないです。月々の端末に対する、まあ支払いっていうのかな、これも発生しません。発生するのは、まあ、SIM カードの通信費の契約の料金だけ。例えば、ドコモからね、すぐにアハモにしますよ。この場合だと2970円をただ払っていけばですね、この iPhone SE 第2世代はもうあなたのもの、ずっと使うことできますよと。で、すぐに売ってしまっても OK です。問題ありませんっていうのが一括10円の、まあ、買い方。というところで、まあ、これは非常にわかりやすいですよね。で、しかもですね、まあ、例えば一括10円で買ったものを、端末自体はね、使わないんで売っちゃいましょうと。まあ、こういう場合に、2万2000円とかでね、売れたりするので、まあ、それを持ってですね、SIM フリーの、例えば iPhone 12 mini が使いたいんであれば、12 mini を、まあ、2万2000円を軍資金にして、買ってきて、アハモの SIM カードと組み合わせて使うと。まあ、これがですね、まあ、一番ね、いいんではないかなというところです。で、これが、ま、一括の買い方というところで、まあ、一括の方が後腐れもないし、特に縛りもないというところで、それが一番お得度も高いし、運用のね、やり方もね、結構ね、大きいのかなとは思うんですけれども、まあ、これが一括の仕組みというところになってます。はい、では次、こちらの12 mini ですね。で、まあ、一括のところで、まあ、どう考えても一括の方がお得だと。で、仮に
に使わない場合には売却してしまって購入資金に充てるっていうところもできるよっていうね、まあ、柔軟に対応できますので、まあ、そこまで言うとですね、じゃあこの12ミニの、まあ、今の買い方ですね、負担額23円とか、まあ、au だと47円とかってやってますけれども、まあ、それがね、まあ、まずどんな仕組みなのかっていうと、まあ、まず乗り換えです、はい、乗り換えありき、そしてまあ週末のですね、店舗独自の割引っていうのが入って、なおかつこの端末を、まあ、例えば2年間使いますと、2年間使った後に返しますと、レンタルでの契約っていうね、まあ、こういうことです。あの各社 の、まあ、の名前がね違いますけれども、ドコモだといつでも買い時プログラムかな、はい、これはまあ早期に返して早期割引特典を受けたりっていうこともあるんですけれども、まあ1ヶ月目から返せるのかな、確かね、1ヶ月目から22ヶ月目までに返すと、まあ早期割引の特典が例えば毎月600円ね入るとか、まあその機種によって違うみたいですけれども、まあそういう買い方です。はい、その場合だと端末の負担額がまあ、月々1円ずつ負担していって、例えば23ヶ月目に使うと23円ね払ってきましたっていうところで、端末負担額23円とかっていう売り方をしております。はい、これがですね、まあ、このね iPhone 12 mini のセールの仕組みということになってます。でこれね、返さないとどうなるのっていうと、これ各社ね確か金額違ったと思うんですけれども、あのね残価があって 38,280円とかでしたかね。はい、ということで最後返さないと、さらにその残価の 38,000 何がしという金額を、例えば24回の分割でさらにこうローンを組んで払っていくっていう、まあ、こういう仕組みになってます。なので、まあ、負担額が表向き安いと、月々の維持費は非常に安いっていう状況にはなってるんですけれども、返して自分のものにならないと。ただ自分でね、こう中古ショップに売却するとか、メルカリで売却するとかっていうですね、まあ例えば梱包をして、なんかその買い手とのね、やり取りをしたりとか、もうそういう一切のことがね、あのめんどくさいと。最後初期化だけして、まあ自分でね、まあ店頭なりで持ってって、はい、じゃあこれ返しましたよっていう感じでですね、綺麗さっぱり終わりたい。自分でいろいろ調べたりだとか、そういうね、煩わしいことをすることなくですね、返して終わりたいっていう方はですね、まあこっちでもいいのかもしれないですけれども、まあ今ね、最初の方に言った通りですね、 SE の一括10円払って手に入れたこの端末、まあ、普通に使うなり売るなり、まあ、自分で自由に使えるよっていう方がですね、フレキシブルにいろいろ対応できるよというところで、両者の販売の仕方、まあ、仕組みをまあ理解した上で、どう考えても私はこの SE 第2世代の方がまあ動きやすいのではないかなというところです。まあ結論ね、もう一度ね最終的に言っておくと、どう考えても SE 第2世代の方がまあ自由度は非常に高いと、まあ、キャリアに縛られることもないよというところになるので、まあ、私の結論としては SE 第2世代というところになりますね。細Bチャンネル、はい、ということで本日はですね、12ミニとですね、SE の比較というところで、まあ、端末の、まあ、売り方っていうか、今回のね、この売り方、まあ、返す系の売り方と一括のセールっていうところでね、まあ、比べてみて、どう考えてもキャリアに縛られることもないし、端末を返したりだとかね、まあ、そういうね、煩わしさがないというところで、一括の方を選ばれた方がいいのではないかという、まあ、こういう結論です。で、ちなみにね、まあ、レンタルとか、まあ、そういう買い方でしか、ちょっとね、無理だよっていう方はですね、まあ、端末を返すというところを、まあ、前提において、綺麗にですね、大事に扱っていくっていうところはお勧めいたします。仮に画面割っちゃったりとか、電源入らなくなっちゃったとかね、まあ、そういうね故障状態になると、まあ、さらにですね、お金を払って、それで、返すと、返した上でお金を払う、まあ、修理代的なものを、まあ、添えた上で返すっていうところが条件になってきてしまいますので、返す系のね買い方っていうのはね、まあ、一定のリスクはあるというところで、一定のリスクを生うことで、月の支払いっていうのはかなり抑えて使うことができるよっていうところの特徴はよく理解しておいた方がいいのかなというところです。基本的にはね、まああんまり使わない方が私はいいのかなと思います。で、まあそういうね、一括ではなくって、そういうローンで購入したい場合には Apple Store も、例えば金利ゼロで24回払いで買うとか、そういう買い方もできるんで、まあそっちの方が個人的にはいいのかななんてね思っておりますけれども、皆さんの意見はいかがでしょうか。まあどっちがいいかなっていうところね、あのいろいろなね見解あろうかと思いますので、ぜひねコメント欄でね教えてください。で、まあこのね、まあ買い方っていうか販売手法、まあ一括の方もそうですけれども、ドコモもね確か11月の18日だったかな、その乗り換えによる端末代金の2万2000円を引くよっていうキャンペーンは終了する
と言われております。30歳以下の方限定でですね、2万ポイント付与っていうね、まあそういうやり方に変わったり、一部あの13シリーズかな、最新の iPhone 13シリーズとかは2万2000円割引乗り換えると、まあその割引の対象だったんですけども、それなくなっちゃいますんでね、まあ今後ですね、この乗り換えによる特典っていうところもね、かなりね薄くなってきちゃうんじゃないかなとかね、思っております。はい、ということで本日の動画ね、以上で終わりにしたいと思います。この動画ね、役に立った、面白かったと思っていただいた方、ぜひね高評価、チャンネル登録の方お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。